こんばんは、山城と申します。あ、フォーマット決定調査実食編だったっけ？なんて言ってたっけ？夜編です。そうですね。昼間に、あじよきさんのね、2種類食べて、あとなんだったっけ？あと、あ、ファミリーマートさんのフォーマットを食べてね。で、その後、ラーメンを食べに行きましょうってことなんですけど、メニアリサさんね、今4回切ればないんだけど、メニアリサさんのところに行ってきまして。でね、食べて、メニアリサ来ましょう。あ、ガッチリね、量があったんでね。さあ、この後にちょっとどうしようかなってところですけど、やはりね、リフォーム系はね、1年に1回しかやってこない。まあ、スタッフのオープンもね、新店オープンもね、一応しかね、来ないタイミングだったんでね、まあ、株だってところは、じゃあどうするか。全部食うしかねえや。っていうことでございますね。だいたいすぐに食べると思うか。じゃあね、逆にそれをね、いい機会だと捉えてですね、今回どこまで行ってきたかというとですね、こちらですね、よく市民の方だよね、なんか見覚えあるよね。そうですよね。スーパーサンシさんですよね。これどこ見てもスーパーサンシさんですよね。そうなんです。サンシさんのね、やつ、左太もがね、今年も出てたんで、これを食べようというわけでございます。でもね、ちょっと写真をね、上げとこうかなと思うんですけど、よく見てみてください。よく見てみるとね、おかしいんですよね。スーパーサンシってなってないんですよね。製造者、株式会社、豊畑。生鮮市場、ベリー、わざと。今回ですね、せっかくなんで、ベリーまで行ってきました。やりたいって言ってたんですよね。何かというと、ベリーというのは、スーパーサンシさんグループの中で、ベリーっていうブランドの店舗が、2店舗、3店舗だった。あ、3店舗ですよね。あるんですよね。玉垣とかあっちの方、いわゆる南西地区の方に、なんかちょろっとあるベリーさんというところがあって、何なのかよくわかってないけど、サンシグループなのは間違いない。スーパーサンシさんのね、ホームページにもありますし。で、なんか、たまに前店広告だと、スーパーサンシベリー各店で、販売、特売やってます、みたいな書いてあるんですけど、ベリーって何がいいの？まあ、よく分かってなかったんでね、行ってきた次第でございますね。まあ、実際行ってみたら分かってきたのと、生鮮は、この豊畑さんとかよ、もっと、豊畑さんが、なんか、ベリーの運営会社さんなのかな、ということでね、デリカのところ、もう、水産のところもね、この豊畑さんってなってことあるんです。いわゆる、ここは一社化みたいな形で、そのベリーっていうブランドが入ってるのかなってことでございません、ね。っていうのは、時の地域だけを背にしてるんだったら、間にね、玉垣、名誉か、あれ、名誉店か、スーパーサンシブランドもあるんですよね。っていうことはね、不思議なところなんですけど、あ、ちなみにそのスーパーサンシの真向かいに、イオンビーとかあって、その奥に行ったところにベリーがあるって、なかなか不思議な。なかなか、競争激しい明和町っていうところもね、でっかいイオンがあったりする感じがあってね、結構ね、ガチガチで、牛トラがもともと地盤であってて、結構ね、激しいところだったりするんですけど、まあ、ゆるいと、食べていこうかなと思います。ということでね、ゆるいと食べながら雑談でもしようと思います。ベリーさんの味のご夫妻です。まあ、これで食べちゃいましょうか。方巻きなんでね、あんまり、途中はね、黙々と食べないといけませんかね、ベリー。ではね、早速食べていきたいと思います。飛騨牛ですからね、ちなみに飛騨牛で、740円。飛騨牛。では、いただきます。醤油がないもんね。さすがに肉の味が入ってるみたいで。ああ、ごちそうさまでした。いやー、美味しいですね。肉もいいですね。ついでにこれだけであれなんでね。本マクドも買ってきましたけど、うん。あんなになってたんで。これも食べながらね、ちょっと晩酌もしたからね。ベリーさん感想を専門に言っときましょうかね。うん。いやー、おいしかった。
あ、ものとしては完全にだから一緒ですね。あっと。調達は一緒にしてるみたいですね。三種とね。うん。なんでね、ものも完全に三種のやつだし、なんかにあるのもね、三種のね、専売品とか、プライベートブランドのやつとかも置いてあったりするんで、まあ、完全に三種ですね。店の感じとしては。うん。なんですけどね。なんかね。いや、なんかちょっと、平成初期というか、昭和終盤から平成初期が、バブルで前後ぐらいのね、感じのね、完結する、怪しいマスコットみたいなのがいたりとかってね。なんでしょうね。なんか、そこを、水自体は独特の、感じが、外観とかでも多少ありますね。まあ、スーパー三種っぽい作りです、強盗とかも。で、買い物価格とかもちゃんとね、生鮮が便利になってますしね。こんなたりとこはありだなぁと思いながらね。うん。っていうとこなんですけど。まあ、せっかくなんで、いただいていきましょうかね。よっこいしょ。どうしような、メインリサさんって話もここでまとめてしちゃおうかな。後からまた撮ろうかなと思ったんですけど。ね、美味しかったです。メインリサさんに今ね、話題になっているところでございまして。実はね、うちのメンバーでもある、しまちゃんとか、あたりがね、うちの、ニコロの人だって、このまんま一番古い順に、うちのチャンネルのところに行ってもらって、一番古い順にすると、ね、2009年動画があると思うんですけど、動画ね、撮ってくれてる、撮れてるって言って、撮れてますよって言っとった、相方さんに、相方の方と、もう、結構、なんか、良いみたいで、うん。で、美味しいですよ、っていう噂が、こちらにも入ってきたんで、うん。行ってみたら、もう行列すごくて、うん。行ってみましたけど、本当美味しい。二郎系の中でもかなり多い。山田さん、あんまりね、二郎系に行かないというのでね、低評価、あれですよ。名前が山田なんでね、やはりね、自分系詳しいだろうと思われがちなところもあるのかどうかわかりませんけど。まあ、ラーメン屋さん行くんでね、よく行くんで。うん。見たいと思われたらすみませんけども、いや、西側ですから、三重県って言って。自動文化がそんなに浸透してないんですよね。最近になってやったその自動系っていうのも、で、さんぐらいからじゃないかな、10年前か。ぐらいからやっと、こっちの方にも出始めてきて、ね、うちが初めて行った二郎系がラーメンそうでしたよね。うん。西日本の方で出たんですよね。ラーメンそうで。僕が行ったのは一条寺のお店でしたけど。名前に行きました。ということなんで、三枚二郎系から。で、まあ、基本的にラーメンの好みがいわゆる細麺系の、まあ、こってり系。いわゆる、まあ、理想系はね、これ、実はね、あんまり知らないかもしれないけど、理想の理想系と、ラーメンの理想とはね、と山田さんね、難しいんだけどね、2種類好きなのが、博多豚骨ラーメンか、喜多方ラーメンなんです。実はね、ラーメンの理想系はこの2つなんです。天一というのは、ラーメンの、ジャンルの好き嫌いとかで考えてないんで、あれはもう天一として好きなんで、だから、別にラーメンを食べて、その後、天一行くとかできるんですよ。だって、天一よりラーメンじゃない。ラーメンって、私は、なんていうか、カテゴライズしないラーメン、こってりというもの。私は、この中でこってりというのは、こってりという食べ物なので、だから、ラーメンはね、塩分多いからね、そんなにね、1日何回も食べちゃダメですよって言われると、あれ、私ラーメンだと思ってない。それは適用外だと思ってるんで、1日何回食ったっていいじゃないかっていうのは、天下一品っていう食べ物だと思ってますんでね。うん。そういうことなんですけど、うん。で、行くとね、まあ、二郎系でラーメンで、言うなれば、ね、まあ、喜多方ラーメンもどっちかっていうと太麺ですから、喜多方ラーメンも、喜多方ラーメンの番内の、店って、お店にもよると思うんですけど、太麺と細麺が選べる店があるんですよね。もともとは太麺だけだったのに、細麺ってのができてた。ラーメンの細麺がないのよ。うん。っていうのがあったりするんですけど。っていうのがあって、自動系ってのはなかなかね、
だから、コールとかあるじゃないですか。いやね、いまいちこの辺りとか、いわゆる、どっちかというと、いや、特にこれじゃね、特にね、本番の字の聖地とかっていうのはね、かなりいろんな経験を積んでからでないとね、難しいよって言われてる中でね。案外ね、そうなんですよね。だから、二郎系っていうのが、なかなか二の足を踏んでしまって、なかなかいけないところなんですけど、今回ね、そういう形でね、お勧めだったし、まあ、で、リサ、メニューリサさんっていう名前なんですけど、あれなんですよね。本当にリサチ。店の名前は RISA なんですけど、リサチはね、歌のね、山田さんも大好きなリサチ。が、LISA で、がね、スパイアリと、するみたいですね。リサ結構ライブとか見かれてはるのかな？私よりも全然詳しそうですけど、私はね、まあ単純に、AB 勢だったんでね。まあ後ろにリトバスがね、ずっと貼ってありますけど、AB、あ、あるんじゃないかな。坂下の特別のかなでちゃんの方が出てきたけど、当時言って、ユリペだ。かなでちゃんの絵とかあって、まあ。かわいい。あらあら。っていうことなんですけど、エンゼルビートはね。だから、それこそ、だから、ミサティを初めて聞いたのが、エンジェルビートの第4話か。岩沢さんが、いいって。エンジェルビートでちょっとネタバレバラしちゃいますけど。まあ、岩沢さんがね、旅立って、旅立って、入るかな？ね、なって。で、ガルデモにね、新たに、ユニアンがね、入って。で、そのユニアンが、北入さんだったっけね。声優さんは、北入さんだったんですけど、マクロスフロンティア方式 っていう、あれで、要は、声優さんが、トークをやって、トーク、演技をやって、歌唱は、別の人がやるよっていう、パターンだったんですよね。エンジェルビーツって。声優さんに全部曲を歌わせる。今はこっちの方が完全に主流になってるのかな。声優さんが全部歌も歌ってとかってやるのが結構主流だったと思うんですけど、エンジェルビーツと、有名なマクロスフロンティアでね、マクロスフロンティアもメインさんとかね、歌って、やったりとか、わけでございますけど、同じような感じで、エンジェルビーツも、歌が、専属の人が、で、その歌を歌ってたのが、リサチーなんですね。そうそうそう。だから、ガルデモの二代目ボーカルっていうな、みんな。いうところだったりするんですけど、まあ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 、知ってる人にしてみればね、もうそんなこと知ってるよって話かもしれないですけど、今の若い、いいかい、いいかい、俺、難しいんだけどさ、最近もさ、若い子とね、ちょっと話しとったらさ、もうだって、今、ね、会社に入ってくる子とかでもね、あれだよ、東日本大震災の時ね、もうね、小学生でしたとかね、言われるわけですよ。無理だよね。まあ、バリバリね、もう社会人でしたけど。あれ？エンジェルビーツは、あれ？東日本大震災の後だっけ？あ、ここにね、リトバスは見て、リトバスは2012年だから、リトバスは後なんだ。でも、リトバスのアニメよりエンジェルビーツの方が先だったっけ？だよね。じゃあ結構その前後ぐらいか、ってことなんでね。当時ね。宮崎で放送してた時に、小学生とかの子が、今、もし歌手になってるような人になります。これ見てる人とのか、ね、子たちの中にも、知らない人は全然切ってもおかしくないですからね。そう、リサチもともとそういう感じだったんですよ。出始めば。そうそうそう。まあ、もちろん、その前に、岐阜とか名古屋を中心になんかライブ活動してはったのかな。私もそこら辺はどうしてるんですか。で、それでなんか、名前が、おって、見つけてきて、みたいな話だったっけ。そんなこと言ったよね。なんか大学の同級生の中川さんだけ、こう、一緒になんかトークするみたいなのがあって、この殺伐ラジオだ。あったあった。とんでもない、なんか5時間、6時間くらい、なんか延々と殺伐するようなね、やつとかやってたりしましたけど、ロッキーならチラッと言ってた気がするけど、そう、いうようなね、あれがあって、それでね、初めて私は、まあ、私はエンジェルビーツから、聞いたわけで、ね、で、それの一番最初が、マイソルユアビーツの、ガルデンバージョン。あれが、オープニングで流れてたのが、多分、一番最初にリサチを聞いたのかな。
本マグロやっぱうめえな。ねえ、本マグロいいな、やっぱし。マグロでもね、これ。本マグロの大きいから。本マグロはね、プロってなってなくて、これね、プロに近い部分だと思う。脂身がしっかり入ってるのも、うまいよ。ねえ。ことなんですけど。あの時は、誰と見たんだっけ？第4話は。第3話で岩沢さんがあって、その回は、例のやつと見てたさ、岩沢さん推しのやつと。これ岩沢さん推しっすわ。おお、そうか。言うて、やすくんもいたのが別に、その回はやすくんもいた。3人で屋台をしてて、岩沢さんの回は。あれ？さ、回から、岩沢さんが吹いちゃ最低じゃないか。よかったな、お前の回来たやないか。あれ？なんか、これ。死亡不落がめっちゃ立ってる。大丈夫、死んだ世界終戦だから。もう、みんな死んでるから、死亡不落に関係ないからって言ったらね、パート渡ってんでね。こうできた。そこそこ声をかけたのは覚えてますけど。で、最後、グローソングか。グローソング歌って、岩沢さんが旅立って、第4話で、4話か5話か、だったかもしれない。要は切り替えの話のところで、次のボーカルの子が来ましたよってなって、歌を披露するっていうところがオープニングが入って、で、そのオープニングだけあれなんですよ。全部書いてあったんですよね。そう。マートリーバビート自体はもともとリサさんが歌って、オープニングをずっと流してたんですけど、カルデモンのリサチが歌う時の回だけ、オープニングを全部書いてやるっていうね。あのあたりとか凝っててね、おお、だし、ね、曲としては、曲としては、完全にいわゆるバンド形式の音にしてあってっていう、ガルデモバージョンになったんですけど。そこについてきたな。で、名前聞いたらリサになってね。またこのパターンが、ね、多分、鍵っ子たちはみんな思った。これはね、あれある、鍵っ子あるある。だよね。絶対これあるあるだよね。またこのパターンかっていうね。そう、っていうのは、それまでに言ったのが、そもそもその世代の僕から、マイソルビアビートを歌ってるのがリアさんって方なんですね。リアさんって方。この方は、まあ、一番最初はエアか。エアで歌ってて。いわゆるキーの歌姫。鳥の歌でね、とか青空でね、鮮烈なデビューをやってですね、なんつうボーカルが出てきたんやってね、当時はね。当時はいわゆる、PC ゲームにテーマソングを作り始めた時代だったんで、黎明期だったんですよね。いち早く IVE サウンドっていうのが出てきて、アベニュー、あとアンセブか。アンセブ、IVE サウンドあたりが早かったかな。で、アンセブがだいたいウィッチとかあたりに下ろしてて、IVE が、ギガ系列ですね。まあ、後々になってきますけど、こんにゃくね、この青空になってこうとか。パルフ師匠が。あのあたりでコトコさんがバーッと歌って、すごく人気になりましたけど、とかって言ったんです。コトコさんがアイブさんね。あと、パーとかみちゃんとかね、歌ったかおりさん、がありますけど、っていうのがあって、アイブさんのがあって、もともと、アブサンドとも提携してるか、2は、提携はしてるけど、で、で、何があったっけ？他に、あとは、まあ、アベニューさんとかね、そういうところら辺も、実は来てたかなっていうところら辺でね。まあ、レイビーは、アンセプティイメージがあるな。まあ、他にも、ミルクタブさんとかも活動されてたかな、っていうのがあったりしますよね。まあ、その中で、比較的早い段階で、音楽の機会で撮ったのが、ビジュアルが、のところもあって。で、まあ、うちの一人がダーマさんなわけですけど。で、それで、最初に、ったのが、リアさん。で、リアさんが、鳥を歌ったことって、エアー。ね。で、次がクラナドか。このシリーズ。次がクラナドで、クラナドを歌ってたのが、リアさん。ちなみに、リアさんは LIA さん。LIA で、リアさん。で、リアさんは RIYA か。で、リアさんって。UFO にある。なんか、ただですね。個人活動の方のメイト、リアさんの方で、出ていて、
これがクラナド。メルメイクとかね、あれですね、団子大家族とか、ああいうね、曲ができましたよ。でも、それまたね、ヒットしましたよ。で、次が、リトルバスターズ。ね、リトルバスターズの、リトルバスターズとかね、あなたに曲、歌っておったのが、リタさんですね。基本的には、セールソング以外は基本リタさんか。あそこはね、ですね。てか、ありました。ちょっと、これを、RITA でリタさん。いや、リアさん、リタさんって続いてたんですよね。そんな、で、まあ、リタさんはもともと、ブルーベリーヨーグルト、ベリオとか、ブルヨとかって呼んでたっけな、っていうのがあります。ブルーベリーヨーグルトっていう、音楽ユニットのところに参加してて、その時には、他の二人と違って、リアさんももともと活動してたと思うんだけど、リザさんはどっちかというと、もともと別のメーカーのゲームの音楽がよく出てた。リトバス出る前に、あれだよね。いろいろとやってる。音クラとか、あれ、音クラ、音のクラしか、何をより言うと、おめっちゃ音のクラって。今パッと思い出したのがさ、天使と悪魔とさ、乙女クラスが代表作ではないような、リタさんの大当選っていう、まあ、リトルブルバスターになるんだけど、あとは、いろいろあるんだよ。いろいろあるんだけどね。あ、とね、おじが個人的に一番好きなのに、天使っていう曲かな。ね、代表作ではないか。シンシアって言って、シンシアっていうメーカー、ウィルプラスさんか。ウィルプラスさんの、シンシアっていうブランドで出した、シンシアリトゥーユーっていう、シンシアキュリオちゃんっていう子が、主人公の、ゲームがあるんですけど、それの逆、テーマソングはシンシアなんですよね。これがね、全部通じが違うとかっていうね、実はすごい罠があったりするんですけど、まあ、それはちょっと置いときましょう。ウィルプラスさんの話になっちゃうからね。そういうのがあって、まあでも名曲ですけどね。やっぱし、名作として数えられてるみたいですね。実は発売当初はあんまり人気なくてね。なんでやってなったんですけどね。蓋を開けてみたらね。まあ、もともと、その選択肢の厳正とかはね、あんましなくて、選択肢の出方が、女の子を選んでいくっていう、もう本当に、キュリオ、シンシアキュリオ、のこと、お姉さんか、お姉さんと、あと、名前なんだったっけ、リツさんやった、メイドさんね、日本人のメイドさん。そうそう、3人と、っていう感じで、なってましたけど。もう、セリフで、選択肢が連続でやって、キャラクターを選んでいったら、基本たどり着くよ、みたいな、そういう感じのあれだったんで、ね、あれなんですけど、トイレとかで、伏線とかしっかりと凝ってはあって、よかったんですかね。懐かしいな。ちなみにその、一番ヒロインの新生企業の声をやったのが、あれだね、コマリン、コマリン。リトマスのコマリン、声やった。ちょっとおっと、名前を、ちゃんと思い出しているはずなんですけど、いろいろとあって言えないですね。あれなんです。そうですね。そうですね。そうです。ダメだ。あっちのお姉ちゃんの名前で。リセットです。違うの、そんな歴史話聞いたらリサチに取るかもね。そんな感じで、リタさんが、リトバスだったんですよ。で、その時がエンジェルビーチだったんですよね。まあ、リトルバスターとエンジェルビーチってすごく、今回はすごくに近いところがあるのかなというか、まあ、基本的に名前作品は根幹に、似てる流れの混流があったりするんですよ。まあ、そんな中でね。そんな感じでずっと聞いたんですよ。リアさんが。リアさん、リアさん、リタさんって言ってて。いや、新しい子が来るみたいだぞ。誰だったの？リサだ。またこのシリーズに来なかったよ。ダーマイマと。思ってましたよ。大学の先輩なんだけど、偉大なる大学の先輩なんだけど、あれなんですよ。おばさんで来たよ、と。
まあ、今までもやってきたし、あれですね。まあ、でも確かに、歌う名人が来るかなと思ってたら、10年後にグレンゲですからね。それも、10年か。あれからちょうど10年も経たなかったっけ？ 8 年ぐらいで行ってんのかな？あ、グレンゲちょっと前か。2017年、18年ぐらい。入ってますもんね。そうですよね。すごいですよね。はぁー、ということでございますよ。そう。だから、カルテム自体めちゃくちゃ聞いてたし、その後もね、聞いてるのます。あっちの、今、私 YouTube ミュージック使ってて、まあもちろんプレイリストに、ライブラリに当然、自作も保存入ってるんで聞くんですけど、結構早いうちに、Amazon ミュージックで全曲公開がされてたんですよね。なのでね、結構よく聞いてましたね。まあ当然、クロッシングフィール、あなたや、だから、クロッシングフィールもクロッシングフィールね、思い出がありますんでね、なんて、クロッシングフィールは、まあ、他のところ見てますけど、私がちょうどね、カラオケ屋さんで働いてた時に、カラオケ屋さんと、なんとね、リサチがタイアップしたんですよね。タイアップでコラボイベントっていうのをやって、うちの会社も、今はね、もうガンガンやってるんですよ。大きくなったんでね、会社自体が。ですけど、当時はね、パーフィーぐらいとかなかったんじゃなかったっけな。感じで、コラボイベント第2弾みたいな感じ。リサチと、ソーラーとオンラインと組んでやったんですよね。で、リサチが当時、クロッシングフィールドを出して、というようなタイミングで、だからリサチがね、うちの店舗、ね、店舗だけに、店舗っていうか、一つのお店じゃないですよ。そのチェーン店全体ですけどね、当時200店舗ぐらいだったお店向けに、ブランド向けに、特別メッセージをね、出してもらったりとかして、ね、おいおいおい、いいじゃないかと。やってたんで、クロッシングフィールドすごく思い出しますね。こう、あた、まあ、私、社員なんでね、もうその応募はできないんですけど、普通に個人的に歌ってましたしね。なんか、歌ってオンラインで応募すると、このお店で、大賞典歌って、それで応募すると、なんか、記念ポスターだったっけな、サインポスターがもらえるな、ってな、がありますよ、っていうのがあったりしね。今や、こうね、立派になられてる。それですね。っていう実際、探す気になる方のラーメン屋さんの話をしよう。30分で歌ってるから20分ぐらい油断してた？だってね、雑談もいいよね。やっぱ、酒飲まないとダメだな、こう。実はね、ちょうどね、頼んだ日本酒が届いてたんですね。これね、タイヤさん。これね、八女市、福岡県の八女市、お茶の里の八女市ですね。の、ところの造園さんなんですけど、紹介するの初めてかな ですね。前にね、これ何だっけ？ポンモコって言ってね、これも北谷さんが、ね、やってたんですけど、個人店のね、VTuber の、関野もくとね、コラボレーションしたお酒を出してたところで、これがね、出た時にね、おって言ってね、EC サイトで買った、だね、まあ、その時ダイレクトメール、E メール送信してもいいですかってなって、まあ、通知ね、オンにしとったんですよ。結構ね、お酒のいろんな季節のお酒の情報とか送ってもらうんでね、見とったらね、やっぱね、美味しそうなんだよ、これ。これさ、すごくデザインよくね、むこちゃんのやつとはね、またデザイン性は、また全然違いますけど、いいじゃないか。この感じでね。で、これ冬限定のやつらしくてね、純米大吟醸北谷シーズンウィンター。だから、これ、福岡またね、実は福岡はね、日本酒が強いんですよ。私、どっかもちらっとしたことあるかと思いますけど、福岡の、だけでございます。届いたんでね、ちょうど飲むタイミングでいいかもな。ちょっとコップ用意してくれよ。
そうだ、せっかくだから機械館でもらったこのモコちゃんのアクリルコースターですね。これを使ってみましょう。あら。そうだ、そうだ、あったこれ。これ使い出したら新規ぐらいなんなくなってきちゃうけどな。大丈夫かな。これもね、だって泣いたこといっぱいありますよ。だって20年の今またね、島、ゲームで始まりますよとかもあるし。いろいろあるんだけど、そんな感じに、あ、昔だってあれだ。水あり必要にできてんだ。いいですね。考えないけどな。いいな。絵の実はね、雰囲気から酔いたいわ。よくあるでしょ？自分に、で、お酒に酔うっていう酔うっていう字はね、自分に酔うっていうのも使うしね。これだ。雰囲気に酔うっていうのも使えるじゃん。やっぱりね、それと買って、いい酔いになるわけでございます。良い夜になることでございますよ。ああ、たまねえな。ねえねえ、ちなみにね、もう一つね、アナバーシリーっていうのもね、買ってみたんですけどね。それはそれでまたちょっと飲み、晩酌でやろうかなと思います。今日はね、これ冬の酒。なとね、こういう、あれがあるらしいです。この時期、いわゆる一番近い、というかね、いわゆる、それがこうやって、くるって、ジューってなって、ジューって出てくるのね、ジューって出てくるわけですよね。それが、アラバシ、最初はさ、やっぱ、バシャって出るわけですよ。バシャのことか、アラバシっていう。これはね、またね、かなり、クロート向けのね、いい、味になってるらしいんですよね。ちょっと飲んだことない。アラバシって初めて聞くなと思って、と。これ現地60本とかかな、結構少ないんですけど、残ってたんでね。あ、というかまあ、発売しますって時のメールもらえるようになってたんで、見てね、ぴょっと見てね、お、これ気になるなってね、すぐ買ったんで多分書いたのかもしれませんけどね。で、一緒にこれも買っとくわ。わけでございます。というのね、やっと。でね、最近分かってきたのは、これ何品種か、船の部分にこれいいね。っていうのはね、分かったんで。ああ、ここが、こことか。ね。よいしょ、いい音だ。色合いも結構透明度高いですね。ちなみに、お酒は、冷やかあれかと言われるところでしょうけど、基本に、山田さん常温で飲む人なんで、常温ハンド。冷や、嫌いとかってわけじゃない。熱燗はちょっと苦手かもしれないけど、もう好きは好きなんですけどね。まあ、この時はね、今外に出してあったんで、もう冷や状態ではありますよね。早速いただきます。はい。これね、すごく飲みやすい。あ、飲みやすい。ああ、順番いただきにしますからね。これとね、1000倍は50%ですね。あ、意外ってる方だよね。50%ってのは多いですね。あ、これ、常温的、常温から冷酒にかけてぐらいがちょうど適当なやつですよ、ね。食べて、そう、飲みやすい。なんかね、すごくバランスいいな、この酒。山田さん、どっちかっていうと、ちょっと尖ってる方が好きじゃないですか。ちなみに山田錦ですよ、当然。あ、うめえ。これ、うめえぞ。安い酒を飲むときって、一徳詰め飲むときに、まあ、ちょっとしっかりやってますけど、これ関係ない。結構飲んだ瞬間に一瞬来るのがあると思う。結構ね、まあ、それが好きっていう人もいるし、まあ、私も、嫌いではね、お、酒飲んでるなって感じでね。あれなんこれはね、そういうのがない。吸って吐いてく、体に吐いてく。
これやべえやつ。やべえやつ。ってところでね、酒の肴にね、じゃあ、恵方巻きも出しちゃいましょうかね。ございますよ。多分、この酒開けたところから二つ目にしてるかもしれないな。いうことなんでね。次のやつだったら、これがね、多分、普通にね、違って言ってますけどね。今回でこれ言ってたっていうのは、もう一つね、目的になります。やはりね、グッチさんこの前行ってきたじゃないですか。だから、グッチさん気になったんですよ。多分ね。行ってきましたよ。まあ、それそうですね。名和町やってることは想像がつくと思いますけど。滝のお店の方行ってきました。そうだ、玉城町の方は多分流れ的にはスムーズ行ったのかもしれませんけど、滝に頼ってね、ガスーッと登ってきて、行ってきました。ということでね、じゃあ、来たんですけどね。これがね、今映ったかな？あれなんですけどね。ちょっと、何しようかなと思ったんですけどね。あまりにも気になるのがあったんで買っちゃいました。こっちを見た。あのね、アナゴですね。アナゴ巻きなんですけどね。いや、確かに、宣材写真がこう前行った時、この前紙のリストでね、見て作ったんで、写真とかはね、一切、もう似てなかったと思うんですけど、写真自体は、店頭には飾ってあったんで、それを私がちらっと見てたんです。その時から、これちょっとさすがに持ってんじゃねえの。これはちょっと盛りすぎたんじゃないの、写真と思ってたんですよ。それがね、アナゴ巻きでもあったんですよね。伊勢マグロ巻き、すげえ気になってたんですけど、ちなみに、これ今、食べてる、伊勢マグロ巻き気になっとったけど、それはもうね、売ってなかったんで、予約限定だったのかもしれない。ちなみにこれ、伊勢マグロです。伊勢マグロあれやなと思いながらね、そう、先にこっちの、ゴチのさんの方で撮ったんでね、その後は伊勢マグロを見たら、伊勢マグロを撮ったんで、あ、しかも、トドのとこ、本物、伊勢マグロが、やつって言ってね、買っちゃったんでね。まあ、やってます。いや、女の中でね、もうちょっとなんか、アナゴ巻きなんですか。それが、へいじったら、へい。貼ってみたら、こんなんですか。あ、わかりますかね、これ。あとで写真撮ったのをあげようかな。じゃんじゃん。こっからここまで全部アナゴ。あれね、なんだこれ。やったね。しかもね、これね。さ、380円だから。もうなんかね、半額シールとか2割引きシールを貼り始めとったんで、もしかしたらこれもね、2割引きシール待っとったら払えてたかもしれん。でもね、そんなね、ありふれないさ。山田さんですよ。そんな。定価買います。こんなの1500円で、これ試させてくれるんだった。行くでしょ。だって、よくある、100円寿司屋さん、回転寿司屋さんでさ、300円ぐらいのでかいアナゴあるじゃないですか。ね、400円ぐらいで、売ってるやつあるじゃないですか。あれ、400円で考えても5本 ?4、5? 4本、4、スイス16でいくよ。3皿分ぐらいです。あれ3皿分ぐらいで。でかい山田さんとか、言うとかな？いや、お酒飲むことだよ。見て、俺の顔より長いよ。顔がでかいときに提供がある。割り提供なのに、山田さんの顔よりでかいかな、この子。でも、なんかすごい、こんなに怒ったもんね。肉付けしないっていうぐらい、この頑丈な穴。あれ、いいか。これがあるんでね。あと行くときは、全部ハーフで買ってますのでね。これに立ち絶対食べれるの。ちなみに、水産物だけを紹介してましたけど、実はね、デリカはデリカでね、7アイテムぐらいね、用意してました。のがあったんですけどね。おい、ちょっとね、これ食べれてないとね、それまでと言ってもね、ちょっと気にして、ベニーさんのやつも買ってくる予定でした。っていうのでね、ちょっと撮影しました。ですので、実際に紹介、プレビューで上げとったやつよりも、
相手物としてはそのデリカのやつが違いになってたら重かったです。そっちの方は、なんか予約のやつとか見当たらなかったけどなぁ、水産の子だけ予約取ってやってたみたいですね。ということですね。ということで、このね、にあの、あ、さすがに払いが。それもぐもぐしないといけません、やっぱり。ということで。俺、黙々と食べれるのかな？まあ、もう十分、恵方巻きをもくもく食べるというね、あれのね、全うしましたからね。よ。もう一つあれ、これ、外カバーがね、あるから、それが反射でね、牡蠣をね、袋の中にちょっとね、あれで膨張してね、牡蠣の身がより大きく見えるって言ってね、ああいう袋に入れたりする感じますけど、同じような手法でね、これも、大きくしてるだけかもしれません。ね、あれ、もしてません。女の子の化粧かもしれません。全部かそうとは言いませんね。はい。まあなんならね、化粧してもらえるくらいね、好きと思えてるんだったらいいと思えと、思いながらね、言ってますけどね。そういう世界観のありなのか。ごちそうさまでした。結論からいくと、もう、アナゴの暴力。あ、ビンタだ、ビンタ、ビンタ、ブーブタブーってな、ビンタですよ、アナゴさん。やべえわ。往復ビンタできた。こっちもって言ったら、こっちもって。アナゴはね、ちょっと、一見じゃないの、アナゴさんと思ってくれ、ね。アナゴさんがそんなね、ことを言うするわけあります。びっくり。すげえ。途中なんなら、なんか、今やばさってんのかな？ちょっと隠してしまった。もうちょっと隠したんじゃないかな。あやこバイトって振り向けたかで、口の中に急に。あんなこと。いいっすよね、これ。これやべえ。すげえぞ。これ満足度すげえぞ。いや、買っちゃうから、これ1500円全然あれ。全然あれ。だって今、ね、回転寿司屋さんとか行ったらさ、1人1500円とか、買っちゃうじゃないですか、ちょっと。
ちょろちょろと食べとったらね。うん。私なんて平気で10皿以上食べますし、100円皿でもね。こっちはなんでか。こっちは満足感をつくりとる。えぐい。あ、ちなみに、清水めっちゃうめえわ、やっぱし。このね、マグロのスケルコ方で、やっぱスケルコの前とかはね、そっち何方ってね。そう。だから、まあ、言い方もいいしね、全然こぼれ感もないし、やわらけな、なんだこれ。いや、これ1500円安い、安すぎます。半分でもいいよ。あ、とか、定番しよう。半分じゃ定番にしましょうかね。マジよ。マジで。俺、買いに行っちゃうよ、これ。なんか、インスタかなんかでね、ハーフで、好評だったんで、これの。あ、だからこのハーフが決まってたら、もう、一番買いに行っちゃうよ、山田さん。うん。なんなら今日も、だって、これからさんも高速使って、よっかち、だから、さっきまで高速使ってますからね。高速帯ぐらいのあれだもんな。これうまかった。これ選ぶぐらいうまい。やべえな、これ。うまい。だって満たされたんでね。私はこちらは、こっち、マグロをつまみながら晩食と言ったところで、なんか話すことあったりとか、もう言わせた。子はね、すべてをね、解決するんです。ごめん。まあね、そう、まあ、そういうものとかね、いろいろとありましたけども、いや、後々話す。まあ、新規リーグは新規リーグでさ、晩酌作戦とかしよう。やってこう。ちょっとね、ストックもできてきましたね。頑張ってね、作ってできてきたんで。そういったね、ちょっと雑談とかね、ちょっとね、タイムリーな話題とかもね、入れるネタをね、やっていきたいなと思いますんでね。話題とかもね、しっかりと押さえていきたいなと思ってて、どうぞ、よろしくお願いします。まあ、とりあえず、お待ち、惜しかったし。ということでね。この動画はこれくらい締めようかな。何だったか忘れた。穴子忘れてる。酒に酔ってるだけなのか。酒飲みながら食う穴子寿司、うめ、最強。ということで、山田さんはおとなしく、スパちゃんの、スワルの、アーカイブでも見て、晩食しながら寝落ちしようと思います。ということで、これでね、暇させていただこうと思います。少し会いたいと思います。